あ、うんこ。あ、うんこがいっぱい。何のうんこだこれ。なんか。はい、スクワット力が身につきますね。スクワット。まあ、いいですか。あとはここに土を乗せて、畝を作って帰ると。よし、ご飯食べてお腹いっぱいです。なんで、ちょっと土を戻していきます。土を。まずはこのあれですね、粘土層を戻します。で、ある程度土を戻し終わったらこんな感じでですね、畝の形をだいたい仮決めします。畝の幅が120ですね。でこの通路がだいたい70センチぐらいを目安に今作ってます。で、ここも踏んでいいです。バイバーイ。じゃあ、これでちょっと土を入れていきます。今日はほんと晴れてて暑いっすね。昨日めっちゃ寒かったんですけど、日が出ると一気に暑いっす。で、だいたい地面と同じぐらいになったら落ち葉、まず落ち葉ですね。オーラスチック。で、麺です。よし、そしたらまた土をかけていきます。ここからはですね、なるべくこういう野草の根っこが入らないようにですね、欲しいですね。石とかそういうのはなるべく入んない。はい、というわけでですね、土を盛りまして、こんな感じでできました。こう根が。で、ここにまた落ち葉と炭と、落ち葉と炭と、根ぬかと、を巻きます。根ぬか。根ぬかもだいぶなくなってきました。で、あと落ち葉ですね、落ち葉。よし。じゃあ、あとはこれ混ぜます。コスメポニックスで結構ですね、ダンゴムシを増やしてるんですけど、ダンゴムシ割とあの、米ぬか食べるんで、米ぬか食うんですね、ダンゴムシが入ってこんかなと思ってます。よし、大体混ざった。たら、成形し直します。よし、できました。こんな感じでですね、今までもですね、こう、畝を作り続けてきました。で、これをまたずっと続けて、この畑をですね、畝でいっぱいにすると。
畝でいっぱいにするのが目的じゃないですね。野菜でいっぱいにするのが目的なんですけど、まずは畝でいっぱいにすると。で、これひょっていったらファーですね。ひょっていったら横にファーファーファーっていきますんで、楽しみにしててください。こんな感じでですね、引き続き、楽しく畝を作っていきたいと思います。なんかほら、歩数計を持ってるんですけど、11,013歩ですね。11,013歩歩いてます。今日一日ですね、畑の中で。まだこれからもやる。12,000歩ぐらい行くんじゃないかな。あの、フィットビットっていうやつですね。これで今絶賛、ウォーキングラリー開催中です。自分は、これ、どれか1週間か2週間前から始まったんですけど、今日初めてつけました。なので、僕の記録は11,000歩ですね。はい。ということで、引き続きですね、これ、ここに種まいたりしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが気に入ってくれた方はチャンネル登録。そして、ちょっと疲れて言葉が出てこないですね。いいねボタンと、あと、コメントとかいただけるとすごく嬉しいです。はい。じゃあ、ライ麦とか巻いて帰ります。じゃあ、失礼いたします。